はい、こんにちは、心理学をもっと身近に学術系コンサルティングの合同会社セカンダリ、代表の長内と申します。本日2019年7月8日月曜日は第2回公認心理試験まであと27日となりました。そこで、今回の動画は、セッチョ公認心理試験必勝キーワード W6 の、重要キーワード27をご紹介させていただこうかと思います。ただですね、この本は章立てにもすごくこだわっておりまして、基本的にはですね、重要キーワード1から順に読み進めていった方がですね、スムーズにお読みいただけるように、知識を徐々に蓄積理解していっていただけるようにストーリーを作ってですね、構成しております。なので、皆さん普段の学習の際はですね、普通に前からお読みいただいた方がむしろ早く読み終わるのではないでしょうか。また重要な単語は、赤字で消してあって、こうシートで隠しながら、読むことができます。いろいろな方法でですね、学習にお役立てください。さて、重要キーワード27ですけれども、このキーワードは、抗精神薬について、まとめさせていただきました。そしてですね、この重要キーワードというものの下に関連キーワードという形でいくつかのキーワードをぶら下げて、そこでまた少しずつ解説させていただいているんですけれども、その関連キーワードとして1、歴史、抗精神薬の歴史ですね。2、薬理作用と、薬物動態、よいしょ。3、薬剤性精神障害。4、睡眠薬と、抗精神薬。5、半減期と依存、というふうに、関連キーワードというのをまとめさせていただいてまして、さらにコラムもちょっと書かせていただいてですね、ここで押さえておきたい関連概念という短いコラムを書かせていただいてまして、このテーマが薬物依存における、精神と、身体、そう、精神依存と身体依存って話がありますよね。その話を、コラムで短くまとめさせていただきました。このぐらいの分量です。すぐ読める。ぜひチェックしておいた方がいいかもしれませんね、試験においては。はい、そしてですね、このキーワードは公認心理師試験、出題基準、いわゆるブループリントにおきましては、丸22番の、精神疾患と、その治療に対応しております。そうですね、ただ、本の、紹介だけは面白く、ないと思いますので、今日もですね、皆さんに、一問、この重要キーワードの範囲の中からですね、質問をさせていただこうかと思います。毎回その分野の中から質問をさせていただいてますので、それ見ていただくだけでもね、あ、ここちょっと勉強不足だとか、そういうのを発見することにもなるかもしれないですね。こういうのいこう。はい、いつもと同様に丸×問題です。心理職が心理教育やソーシャルスキルズトレーニングの中で服薬管理訓練を行うことはありえない、丸か×か。心理職が心理教育やソーシャルスキルズトレーニングの中で服薬管理訓練を行うことはありえない、丸か×かでいきましょう。はい、大変残念ですけれども無料放送はここまで、となります。回答をご覧になりたい方は、ニコニコ動画の弊社チャンネル、心理学をもっと身近にに会員登録を行っていただき、続きをご覧ください。こちらのチャンネルは、月額定額で、全ての動画、現在800を超えていますが、それが全て見放題という、とてもコストパフォーマンスの良いチャンネルとなっております。本動画の説明欄に掲載の URL からアクセスしてみてください。個人的にはですね、昨年の本試験、追加試験、それぞれ154問ずつをですね、わずか40分で振り返ることのできる過去問チェック、もうこれでいいじゃんというちょっとふざけた、タイトルの動画があります。そちらですね、音声は全くなくてですね、ただ動画なんですよ。で、問題と選択肢が出てきていて、当たりの選択肢にこう丸が飛んでくるみたいなやつですね。ただぼーっと見てるだけでも過去問チェックができます。おすすめです。探してみてください。それとですね、現在、私長内由紀が、監修いたしました、公認心理師試験のウェブ模擬試験というのがですね、販売中で、ございます。こちらですね、スマートフォンとか PC でですね、模試を解いていただけます。過去問題と追加試験と、あと、
予想問題ですね。これ完全オリジナルの154問の、予想問題というのを組み込んでおります。そしてですね、これなんと2時間2時間の時間制限で答える、そういう、模擬試験になっています。もう数字がどんどんカウントダウンされていてですね、こう120分からどんどん減っていくということでですね、それは本番さながらの臨場感を持ってですね、トレーニングを、時間感覚のトレーニングとかもしていただけるかと思います。そしてですね、間違った問題に関してはなんとこちらの W6 をですね、公式テキストとして採用させていただいてまして、この、W6 の中のですね、重要キーワードいくつを、読んでおいてくださいね、そこが基本的な、事柄として押さえておくべきところですよっていうですね、そういう間違った問題についてはそういうご案内が出るような、そういう解説が出るような、そういう模試になっております。点数が分かるだけじゃなく、実力が分かるだけではなく、何を学習すればいいのか、どこで学習するのかでいればよいのかもですね、同時に、分かってしまう、そういう、模試、となっておりますので、ぜひこちらチェックしていただきたいです。でこちらはですね、この動画の説明欄に掲載されております第2回公認心理師試験2019対策ページというですね、弊社ウェブページから、リンクをたどってお申し込みいただけます。ぜひチェックしてみてください。